こんにちは、カリンです。五行化の時間になりました。五行化についてついてのお話は今日で4回目。五行化をご存じない方のために五行化の説明をします。五行化とは五行で歌う歌のことで、一行の長さに制限はありません。ただ歌ですから、歌らしい調べというのが大事になります。例えば今日ゲストで来ていただいています佐々木さんの歌、次の列車は秋風1号です。白線の内側まで通過いたします。次の列車は秋風1号です。白線の内側まで通過いたします。素敵な秋の歌ですね。改めまして今日のゲスト佐々木隆さんをご紹介します。佐々木さんは今五行化の本部でお仕事をされていて、毎月発行の五行化誌や会員同人の歌集の編集などをなさっています。こんにちは佐々木さん、ようこそ。こんにちは、よろしくお願いします。まず自己紹介からお願いしたいのですが、佐々木さんは以前日本語学校の先生をしてらして、留学生に五行化を教えていらしたというお話を聞いております。その辺のお話からお聞かせいただけますか。私は8年ほど前に新宿御苑の近くにある KCP 地球市民日本語学校というところで日本語を教えていました。で、日本語の授業をするんですけども、カニさんの日本語学校って何かイメージありますか。ああ、そうですね、外国人の方に日本語を教える。そうですね、はい、基本的にいろいろな国から来た、私がいた学校の場合は中国とか韓国とかアメリカの学生が多かったんですけれども、学生たちに日本語を教えるんです。で、何のためかと言いますと、彼らのほとんどがですね、日本の専門学校とか大学に進学する希望を持っていまして、ただまだ進学するだけの日本語力は持ってないんですね。で、日本語学校で勉強しながら、途中で試験も受けながら、日本語の力をアップして、で進学していくと。簡単に言うと日本の予備校のイメージで取っていただけると思います。外国人向けの予備校ですよね、っていうところで日本語を教えていたんです。なるほど。で、授業の他にですね、日本の文化について、教える時間というのがありまして、これを特別講座と呼んだんですけども、その特別講座も担当していたんです。で、私は最初、声に出す日本語というテーマで、日本語の朗読を指導していたんですけれども、どうもですね、声に出す楽しさはあるんですけれども、テキストをこちらが例えば選んで持ってきて、それを読んでもらうという形でしたので、学生にとってはちょっと受け身な活動になってしまうんですね。で、これはちょっと面白くないなと。なんか学生からこう発信できるような活動ができないかなというふうに思ったんです。で、そこで思い出したのが、私以前からの友人で五行化というのをやっているというのを聞いたことがあって、その友人がですね、実は地柳さんという方なんですけれども、失語症になってしまって、で、五行化をやりながらですね、言葉を回復していったっていうことを知っていたもんですから、その五行化っていうのが、外国人の学生がですね、言いたいことはたくさんあるんですよね。ただその日本語の言葉に結びつかないために変換できない状況とよく似ているなというふうに思ったので、これはひょっとしたら彼らにとっても取り組みやすい活動になるんじゃないかと思って、で早速その友人のところに連絡してみたんです。そしたらその友人がですね、じゃあ東京に日下部先生という五行化の先生がいるからということで紹介していただいたんですね。で、私すぐその日下部先生に電話しまして、実はこういうことで日本語学校で五行化を特別講座で
教えたいと思ってるんですけどっていうふうに、申し上げたらですね、早速学校に来てくださったんです。あ、そうですか。でまず試験的にその声に出す日本語っていう授業の中で、5行歌について草上先生に話してもらったんです、そしたらですね、学生がとても興味を持って、でその短い時間なんですけど、その中で創作まで行ったんですね。あ、そうですか。で、あ、これは単独の活動としてもいけるなと思いまして、次の学期は五行歌っていうふうに特別講座をもう単独の看板に変えまして、スタートしたんです。それは佐々木さんがなさった、そうです。私もですね、もちろん五行歌の勉強しながらでもあるんですけど、もうとにかく教えてしまうのが一番だと思ってですね、始めたんですね。そうですか。それでどうだったんですか、その五行歌の教室は。いや、それがですね、一番最初の日に五行歌の教室に行ったらですね、学生ゼロなんですね、で実は前回教えた学生っていうのはもう楽器が変わってほとんど学校にいなかったもんですから、五行歌っていうことを、知らない学生がほとんどだったもんですから、まず学生が集まらなかったんです、これはもうどうしようかと思って、せっかくその前草壁先生に来てくださったのに、来ていただいたのに、これはダメだなと諦めかけてたんですけど、いやいやいやと思い直しまして、で一人ずついろんな学生に声かけていったんです、でその中の一人に中国から来たワンさんという、女性の学生なんですけど、いまして、どちらかというと日本語下手な学生だったんですけど、すごくいろんなことを積極的にやる学生だったものですから、これひょっとしたら参加してくれるんじゃないかと思って声かけたら、はい、やりますと、あっさり答えてくれて、でこれはもう一人一人学生をスカウトしようと思ってですね、そういうことが好きそうな学生とか、いろんなことに興味持ってる学生に声かけていくとですね、アメリカの学生とか中国、韓国の学生10人ぐらい集まったんですね、あ、そうですか、いやでもその留学生が五行歌と言われて、尻込みしてしまう気持ちは分かりますね、留学生は若くてやる気も十分で、私なんぞと比べる方がおかしいんですが、私は五行歌はやがて世界に広まっていくんじゃないかという思いがありまして、その時には私も英語で五行歌を作りたいもんだと思って、中学生の英語なんぞラジオを通して勉強してるんですが、未だ一度も、英語の歌などできませんので、やっぱりその外国語で歌を書くのはなあという気持ちがあるんですけど、どうだったんですか。私も最初はそういうところがネックになっているのかなと思ったんですけど、始めてみるとですね、実は五行歌ってその五行で書くっていうことだけが決まりですよね、で一行一行短くてもう、いいっていうのがあって、学生たちにとって作文よりもその取り組みやすいっていうことに気がついたんですね、単純に単語を5つ並べてもですね、一応五行歌にはなるんです、ではこれは作りやすいんだなっていうことに学生も気がついてくれたみたい で、でそれが分かってからは、どんどんその積極的にいろんな作品を作ってですね、で発表してっていうことができるようになりました。例えばそのさっき申し上げたワンさんっていう一番最初に手を挙げてくれた中国の学生なんですけど、彼女がですね富士山に遠足に行った後だったんですけど、こういう歌を作ったんです。雲中の富士山登ろうか、途中にたどり着き出てきた涙、私の目の中の日本。雲中っていうのは雲の中という意味です。雲中の富士山登ろうか、途中にたどり着き出てきた涙、私の目の中の日本。で彼女たまたまですね、その遠足に行った日に実は5合目まで行っても富士山が霧で見えなかったんです、でそのことでがっかりしたことと、自分の日本語がですね、なかなか上手にならない、日本語っていう山にですね、なかなかその登れない、あるいは見えてこないっていうもどかしさとかをない混ぜにしてこれできた歌だと思うんですけど、ものすごくよく表現できていると思ったんです、そうするとそういうワンさんなどの歌を読んだりして、他の留学生の方も刺激されてということは当然ありますよね。そうですよ、で、いろんなテーマで書かれたんですけど、中国の学生で、これはシカという男性の学生なんですけど、彼がこういう歌を書きました。
チャーハンの香り、タバコの煙、猫ちゃんのあくび、忘れられない家族との黄昏、チャーハンの香り、タバコの煙、猫ちゃんのあくび、忘れられない家族との黄昏、うん、これもですね、中国の学生らしくチャーハンが入ってるんですけども、うん、家族の思い出がものすごく伝わってくるいい歌だなと思いました、うんうん、それからあの韓国の学生で、チョウさんというこれ恋の歌を書いたんですけども、うん、こういう歌ですね、辛くて諦めた、うん、と思った時、通り過ぎた風の中に彼の匂い、辛くて諦めたと思った時、通り過ぎた風の中に彼の匂い、これもですね、実は文法的にはそんな難しい言葉は使ってないんですけども、うん、まあ、恋愛するとどうしてもその相手の人の体臭だったり、うん、香水の匂いだったり、うん、いろんな時の匂いが記憶に残るんですけど、そこに注目してですね、スッとこれをあの歌った時にですね、こちら教えてる側もそうですけど、うん、日本人の教師の側からも、それから、アメリカの学生からも、中国の学生からも、もちろんその彼女と同じ韓国の学生からもですね、うん、あっと声が上がったんです、ね、ああなるほど、これはあのもう言葉を超えて通じるものなんだなと、共通の言葉になる可能性があるな、うん、そこまでちょっと大げさですけど思いました。そうすると、はい、まあ、私なんぞが考えるときにはまず日本語で歌を作って、はい、それを英語に翻訳して、はい、それもやっぱり文法的に合ってなくちゃいけないとか、はい、つながりがどうだろうとか、はい、まあ、そんなことばかりに気を取られるんですが、はい、逆に、英語で知ってる単語を使って、はい、書いてみるというのもいいかもしれませんですね。そうですね、あの、うん、もちろん文法って大事なんですけど、うん、あの語行化っていうのはそこをですね、あの、まあ、わけが分からなくなってしまってはもちろん困るんですけども、うん、ある程度分かるヒントの言葉がですね、うん、入ってくれば、うん、読み手の方で想像して補うことができるんですね、うんうん、ですからあの逆にですね、私たちあの日本語話者が、うん、外国語で語行化を書くということに、うんうん、チャレンジする可能性を彼らは見せてくれたなと思いました、うん、で実際その外国の学習をするときにもこれはあの効果があるなと思うんですね。つまり自分がどこまで表現できるのか、うん、どこは表現できないのかということのチェックになりますし、うん、まあ、あの単純にその新しく覚えた単語を使ってみよう、うん、文法を使ってみようというチャレンジにもなるので、うん、そういう意味でものすごくあの学習効果ももちろんあるし、しかも自分の心をまとめていくことでもあるので、いろいろな意味であの役に立つなというふうに思ったんです。そうするとあれですね、草壁先生がアメリカとかイギリスだとかタイとかに行って、語行化の普及活動をなさってますが、佐々木さんが実際に日本で、外国の方に語行化を教えてみても、その語行化の可能性というのはいわゆる外国人にも伝わっていく可能性は高いと。そうですね、あの例えばもともとアジアの国にはあの短い詩を書く習慣がありますから、そういう意味でも馴染みやすかったと思いますし、もうさっきも言ったように私たちが今度はその外国に行ってですね、外国を勉強するときにもこれ役に立つというすごく実感としてありました。そうですか、はい、あのとてもお勉強になりまして、私もあの勇気が出てまいりました。はい、ぜひカリさんも作ってください。はい、ありがとうございます、はい、佐々木さん今日はありがとうございました、はい、もしこの放送をお聞きの方で語行化に関心のある方がおありでしたら、語行化本部の電話番号を申し上げます、東京 03-3267-7601 東京 03-3267-7601 です。次回の